にちは、とハッピーです。日本食ばかりじゃなくてたまにはね、中華もいただきましょうよということで、ね、久々に行きます。中華丼シリーズ、今日はあっちの戦隊、爆竜獣戦隊もうわけわかんないですね。爆レンジャーです。人型のフィギュアが4体、恐竜型が3体、顔のやつ、そしてなんかくねっと曲がった恐竜っぽいのが1匹入ってます。で、名前が爆竜獣戦隊爆レンジャー。まあフィギュア自体はね、今までの、まあ、これ系のやつと品質は変わんないと思うんですけど、気になったのがあのひよっと曲がったスティック、あれが何なのかっていうのがすごく気になったんですよね。で、まあパッケージ見てみると、まあ、ここに赤、青、黄、黒、4人の戦士がいて、でメカっぽい恐竜もいるんですよね。なんか飛んでるやつも1体います。まあ、今回はそれらの戦隊のフィギュア、おもちゃです。まあ箱には注意書きやいろいろ書いてあるんですけど、何が安全なんだろう、もうよくわからない状態になってます。で、こちらが中身です。柔らかめのブリスターが中に入ってます。さて、一番前から見ていきましょう。青い戦士、まあ出来はね、今までの、まあ、似たやつというか、これ系のフィギュアと同じ材質ですね。なかなかスカスカですごく軽いです。胸元はなんか回転のこぎりがついたような恐竜がいますね。はい、可動と言いますと、まあ、腕が回る。でもな、この隙間がもう当たり前ですもんね。で、この素材といいね、ペイントのはみ出しといい、まあ慣れてきました。ただこれネジの穴があるんだけど、ネジは止まってないです。手に持った感じはすごく軽くて、まあ、毎度のことながらね、まあ、コンコンコンと中が空洞の音がして、まあ足は動きます。ただこれね、ほんとペイントも薄かったりね、はみ出したり、まあ当たり前ですよね。これはひどい、ほんとひどい。体型はすごく鍛え上げられたマッチョです。筋肉割れてますからね。はい、続いては黄色いきましょうか。黄色もブルー同様にかなりマッチョな体型です。で、胸はなんだこれ、なんかもう薄いペイントだし分かんないんですよね。背中の筋肉もすごい。で、相変わらずネジは止まってなくて、まあ、可動域も一緒ですね。ただ胸なんだろうね、これよく分かんないっていうのと、頭部も回転するんだ片方だけ塗られてます。あのモチーフとなった恐竜の目がなんかゴマみたいにくっついてますね。で、なんだろうねこれ、どういう姿なのかちょっとね、中のイラストが薄くて読み取れないんだけど、恐竜の頭部と右足かな、よくわかんないです。で、続いてはどうしようかな、まあ、戦隊のリーダーといったらレッドですね。まあ、これはレッドです。おー、顔周りがなんかちょっと豪華で、他のブルー、イエローと比べると塗装のパターンも違いますね。ただボディとか腕は同じパーツなんですかね、同じ金型使ってるようです。胸元はこれはまたよくわからない絵柄、胸に宝石埋め込んでるんですかね、そういう戦隊なんです。うわ出た隙間、もうトレードマークですね。押したからといってはまるわけではないです。で、腕の裏のネジとかは止まってなくて、で、これも同様の可動、うさんくささんマックスです。あまりの出来の悪さに暴れたくなりますね。せめて側面のラインも金色でね、塗ってほしいなっていうのはあります。ただね、こういうやつっていうのは塗ったり塗らなかったりってもうよくわかんないんですよね。一個一個マスキングしてちゃんと塗ってるんですかね、それともペタッと簡単に印刷してるんですかね。そして4体目、黒い戦士ではなくて白いの、白地に黒のペイントがときめきます。これもまた、あ、胸はね、わかります、ティラノサウルス風のやつが口開けてますね。白地に黒だから色乗っかってるかなと思いきやね、ところどころはみ出してたりかすれてたり、後ろから見るとすごい綺麗だけど、正面だとすごいなんというかねダメだ、ね、ちょっと金色も使ってるけど、なんかぼやけて、ぼかし塗装というには無理がある、そんなペイントです。で、謎アイテムなのがこれです、まあ、先ほどの赤い戦士の顔のようなものなんですけれども、なんていうんですかね、これです。そう、顔は一緒なんですよ。ただこれ何に使うのかがよくわかんない。
肘当てか膝当てかそんな感じですかね。まあ、ゴムがついてるんで、まあ、腕とか足にはつけられると思います。ただ大きさがすごくちっちゃいんですよ。ただお面としてはね無理があります。生まれたばかりの赤ちゃんとかにかぶせるわけでもないと思うんですけど、かといってね中から見えるわけでもない。何か棒状のものに引っ掛けて飾っとくとか。この大きさからしてねやっぱりねよくわかんないんですよ。手のひらに乗っけると大人の手のひらに乗っかるサイズ。あちこちシールもね浮いてますね。このゴム砂場で水入れたり砂入れて運んだり、まあ、そんな遊びとかに使えそうですね。これの存在意義がよくわからない。ただホロシールをこのマスクの形にねちゃんと切って貼り合わせてるのがすごいなと思います。ただあちこち浮いてます。浮いてるけどもマスクの形にうまくカットして貼り合わせてるこの技術がすごい、フィギュアとか他のやつに比べて一番まともなのかなっていう。結構こういうへこんでる部分に合わせて形を切り抜くって大変だと思うんですよね。まあ、今回サムネはこれでいこうかな。いいと思います。はい、そしてまだまだありますね。人型ではなくて続いては恐竜型のフィギュア。はい、赤いハサミっぽいやつがくっついてるんだけど、これもねなんか他のフィギュアで見たことがありますよ。あれだ、動物の神獣混合、あれの腕のやつですね。まあ映像は差しておくと思います。まあこれのね日本の、まあ、似たやつもあるんですけど、それはね本当いずれやっていきますのでお待ちください。でまあ赤と赤、これ一緒なんですかね、相棒でしょうか。はい、続いてはこの緑。はい、形状からして、まあ、戦士たちを乗せて走りそうなそんな形状ですね。ちょっと鞍がついているので足も太いし馬代わりに乗れるんではないでしょうか。ペイントはまあこんな感じひどいですわ。成形色緑にシルバー、黒、ゴールド。まあ、中身とパッケージがね全然違うので、こういうキャラクターの名前が何なのか全然わかんないんですよね。まあ、これとかもそうですもん。戦士の名前すら書いてないんでよくわかんないです。もう本当ね毎度のことながらね、メーカーさんは何を考えているのかっていうのは全然ねわからないです。そしてこちらがあのティラノサウルス風、あの白い戦士の胸にも書いてありましたね。あっちは赤だったんですけどこっち黄色です。黄色のティラノサウルス風の恐竜。これね、あちょっと待ってください。こっちこれです。これとなんか胸のパターン似てますよね。恐竜形態も似てるので、まあ、単なる色違いかなと思います。まあいろんなシリーズに登場する神獣混合シリーズ、同じ名前でもいろいろあります。あそうだそうだ、本当もののついでこっちの神獣混合、なんとね2016年バージョンが出てるんですよ。でそれはねすごくかっこいいんで今ね届くの待ってます。でこっちか。はい、そしてねこれなんですけど、ちょっと驚き、L 字でくにゃってなってるだけかと思ったら、もう全体的にフレキシブルに動きます。これねすごい気になってたんだけどすごく嬉しい。これ面白いです。まあ、本来はねなんか棒状のものらしいんですけど、くねくね動くっていうのはねこれすごい。首は回転して、なんかお土産屋さんによくこんなような蛇のおもちゃありますよね。手首の角度スナップを効かせて蛇が生きてるように動くってやつなんですけど、まあ、それに近いことはできるかな。ちょっとやってみたけど今無理っぽいんですけど、このねくねくね曲がるやつ一番品質高いですね。顔、口の中何が入ってるのかよくわかんないですね。この弾から何か発射するんですかね。取り外しはできないです。で口は開いたまま、あ閉じる、閉じるけどスプリングが入ってていつも開いたままになります。何のためのギミックなんだかよくわかんない。どっかを押したら口が閉じるってわけでもなくて手で閉めるしかない。そして手を離すと開く。でこのくねくねがね一番やっぱり面白い。これだけなんかすごいこだわって作ったんじゃないかなって思うぐらいですね。
というよりこれがメインアイテムかもしれません。手首を回転させても、ダメだ。あのお土産屋さんで売ってるようなあんな蛇のような動きにはちょっとなりづらい。なんでしょうね、フィギュアたちは一緒に入ってるのはもう完全おまけで、こっちがメインな、そんな気がしてならないですね。いや、このくねくねがちょっと癖になる、使ってる樹脂もあのフィギュアのしょぼいやつとは全然違うんですよ。で、中も一本芯が入ってるわけではなくて、まあ、一個一個つなげてあるんですよね。で、中で、あ、これか、この白い軸で止められてて、それぞれが稼働します。いや、これなんだろう、一番感動しますね。この口はよくわかんないですけどこの玉何なんだっていうのがあります。はい、以上爆竜戦じゃないや爆竜獣戦隊の爆レンジャーでした。10月からもうすでに大掃除始めてて、中華の開けてない箱なんかもねかなりあるんで、今ね整理してます。と同時に最近あの YouTube の終了画面っていうのがね実装されたので、スマホでもタップできるように仕様変更されて、まあ、それらの設定も今ねすごく進めてまして、まだまだ時間かかりそうなんですけども、ちょびちょびやっていきたいと思います。以上、トイハッピーでした。ご視聴ありがとうございます。